人とは違うで差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙にふとして書いてあった、自分らしさってなんだ、子供のことは気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものは好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前、大人になるほど後悔する生き物になる、でもねそれでもね逃げるものがあるんだよ、だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ、僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ、自分らしさってなんだろう、変えられない大切があるから、変わりゆく生活が正しい、出さなきゃいけない、そういう流行りの無個性で悟ったように一歩引いた、匿名希望の傍観者、ちょっと待ってよ、星空は変わらずあの日と同じだよ、理解されずとも宝物は今でも宝物のはずでしょう、変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで、変わりたくて変われなくて、子供の頃思ったりもして見失いそうで、自分である意味とか、コンビニで目にした太字を